はい、じゃあ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ポン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 。皆さん、こんにちは。ひらだよ。久々に、本日は、仕事のある日の、モーニングルーティンをやっていきたいと思います。スルマッスルマッスル。仕事がある日っていうか、まあ、撮影が今日あるんで、まあ、撮影がある日のモーニングルーティンをしちゃっていこうかなと思います。ちょっと言うと、起きて、20分、15分ぐらい経ってるんで、もうちょっと、ずっくり出しちゃったんですけど、まあ、なんで今からちょっと準備していこうかなと思います。ってことやっていきましょう。気持ちいいな。次はですね、お風呂に入っていくんですけれども、入っているというのは入ってるんですけれども、お風呂に入って、まあ、次はむくみを取るというか、すっきりした、ね、顔でいきたいんですよ、いうことなんで、まあ、ちょっと湯船に入って、まあ、ちょっとね、汗でもかいて、ちょっとやっていこうかなと思います。普通にね、撮影がなかったら湯船とか入んなくてもいいんだけど、まあ、撮影とかあるんだったら、湯船とかちょっと朝から少し入って、まあ、汗かいて、まあ、ちょっと調子いい状態でいきたいなっていう感じですね。まあ、ちょっとバスルーティンとはまた別で、今日はね、お風呂に入っているよっていうところをちょっと、ここに紹介していこうかなっていう感じなんですけど、ちなみに、ヒューガー君とね、お風呂に入りたい方、よかったら、ぜひ、この動画見て一緒に行ってください。よろしくどうぞ。はい、ということでじゃじゃーん、今日はこれ使います。ルルルルルル使っていきたいと思います。ルルルンルルルを今日ルルンとしながらルルンとしていくよ。はい、ルルル、こんな感じね。どうやってんの。やっぱさ、その毎日パックとかはしてないんだけど、撮影とかしてるとさ、やっぱ顔やっぱむくみとか撮りたいからね。よし、27分だから、まあ、37分のぐらいの中間で撮りますということでやっていくよ。はい。で、次ですね。髪の毛のトリートメントをします。流さないタイプのパンテーン。ちゃちゃーん。パーマしたんで僕髪傷んでるんですよ。だからちょっとこういったところでね、結構いい感じに洗い流さない感じでパーマしていくよ。はい、ということで着替えてきました。今日の服とあと、まあ髪の毛もだいたい乾かして、でパックもいい感じに肌も終わりました。なんでちょっと髪の毛セットしていこうかなと思います。で最近ね、髪の毛のセットの仕方なんですけど、ちょっとちゃちゃっと簡潔にちょっとね説明していこうかなと思うんですけれども、最近ね今僕パーマをかけているので、もうそんなアイロンとかはね最近しないんですよ。水でねちょっと濡らして、その後にムースと、まあ、ワックスシャーやって、でこうやって揉みほぐして、ちょっと濡れ感があるようなエロいちょっと大人っぽい雰囲気を出せるような髪型にして、髪の毛セットはねまた別であげたいんですけれども、使うものだけちょっと紹介していこうかなと思います。まあこちらがワックスのね、いつも僕が使ってるワックスと、こいつムースのやつなんですけど、アリミノのスパイスフォームワックス、こちらを使ってます。この2つを混ぜてちょっとねこうツヤ感を出すような感じでやってます。まあ感じでちょっとやっていきましょう。ちょっとセットしていきます。ここ重要なのに、まあちょっと結構濡れてる感じで、中は若干乾かしてるっていう感じですね。お、いいね、今日めっちゃ調子いいじゃん。やば、これ大丈夫？画面の向こうの女の子大丈夫これ？もしこの格好で見かけたらよかったら皆さん声かけてください。はい、よろしくどうぞお願いします。
と腹減ったんで玉ねぎじゃねえや、ナポリタン作ります。ちょっと皆さんは料理系男子は好きですか、嫌いですか、嫌いですか、こういう人間。いやーなんでなんの、わーなんでなんねん、勝手に始めたんで料理終わる時も勝手にします。嫌いですか、こういう人間。はい、パスタ、はい、本日使っていくパスタはですね、こちらですね、あのイタリアから輸入したパスタでございます。はい、こちらイタリアで多分ね作られているかもしれないですね。はい、なんで入れます。レッツゴーメン、行けよパスタたちよ、俺のパスタよメン。僕意外とねこう作るんですよ、意外と実は。はい、ということでパスタ作りました。はい、チョイストの感じでパスタ作っちゃいました。はいはい、という感じでちょっとマチャサタ食べます。うわうまそう、最高。うまっ、超絶うまし、うま。最近もう増量中なんでパスタばっかり食べてますね。よっしゃ、美味しかったです。すべての食事に感謝。お疲れ様でした。はい、ということでちょっと今日のね動画は終わっていこうかなと思います。最近はねちょっとコーヒーで入れるんですよ。最近なんかね見たあれで、天才とかルーティーンで天才たちはコーヒーを飲んでるっていうのを影響されて最近コーヒー飲んでます。はい、あうまっ、まあ、てな感じで今日はねこんな感じでちょっとねこれからお仕事行ってこようかなと思います。はい、もう今お昼前なんで、あお昼過ぎぐらいからちょっとねあのお仕事があるんでちょっと行っていきたいなと思います。はい、ということでね今日の動画もね終わっていきたいなと思います。今回の動画がいいなと思ったらグッドボタンとコメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしてね次の動画でお会いしましょう。またねー。